うちへ来る前に何軒も通ってるんですよ。どこへ行ってももうどうにもならないんですね。だからね、後悔しないようにちゃんとやるべきことをやっておいてほしいんですね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。しほちゃです。よろしくお願いします。今までね、眼底出血の話っていろいろしてきてるんですよね、はい、それでね、眼底出血の細かく言うとたくさん原因はあるんですが、外来でね、患者さんを見てて断然多いのって2つなんですよ。一つは網膜の静脈がね、中心静脈の全部または一部が閉塞する、網膜中心静脈あるいは中心静脈分子閉塞症っていうね、長い名前の病気があるんですけど、網膜の中である程度の太さのね、静脈が詰まるっていう病気ですね。それからね、糖尿病による眼底出血ってね、この2つは数が多いんですね、はい、で、皆さんが努力さえすれば悪くならないんですよ。食べ物とか生活習慣すごく密接なものなんですね、うん、だから生活習慣をちょっと見直してもらって、ご自身で防いでいただきたいなと思うんですけれども、はい、この間ね、やっぱり時々こういう方がいらっしゃるんですけど、残念ながらもう視力がね、網膜がもう傷んでしまって、神経細胞がほとんど働かなくなっちゃってですね、うん、15センチでこうやって指の数が何本かってようやく分かるぐらいの視力にしか出ないんですね。もう本当に広い範囲ね、網膜の神経細胞まあ、死んじゃってるわけです、はい、やっぱりね、その原因としては動脈硬化とか高血圧とかいろんな体のね、全身の状態があったわけですよね。でそれによってすごく非常に重症な血管の詰まりを起こしちゃったわけですよ、うん、でそれはね、やはりね、今まで暴飲暴食をしたり、血圧が上がっても治療しなかったりとか、いろんなことが重なってそうなってるんですね、はい、後悔先に立たずってやつじゃないですか。だからね、後悔しないようにちゃんとやるべきことをやっておいてほしいんですね、うんうん、でそういうちょっとお話をしたいと思うんですよ、はい、うん、目に入った光がこの網膜っていう内側の神経でできてる膜ですよね。ここに当たって光のエネルギーが電気信号に変えられて、そして視神経を通って脳へ行って、脳で最終的に神経を乗り換えて一番後ろの後頭葉っていうところまでね、信号が行くと目で見たものは初めてそこで認識されるわけなんですね。でそこの最初の入り口ですね、この光が当たる部分、ここにものすごい数の光を感じる細胞とか、それから情報処理する細胞がたくさん並んでるわけですよね。でその並んでる構造を網膜っていうんですけども、はい、網膜を栄養してる血管っていうのがね、2種類あるんですよ。で一つはですね、この視神経の少し手前のこの辺から入ってきてね、ここに血管見えてますけど、この血管ですね、ここへ入ってきて、それでこの中でね、枝分かれして網膜に行くわけです。でこれを網膜中心動脈っていうんですね、はい、でここで見るとですね、実際には動脈に行って毛細血管まで行って、それから静脈になって帰ってくるわけですね。だから動脈静脈は必ずセットなわけですけど、ここに写真が写ってるのは動脈と静脈なんですね。静脈の方がちょっと太く見えます。でここのね、動脈っていうのはあんまり詰まらないんですよ。で動脈閉塞症っていうのはあるんですけど、これはね、脳梗塞と同じで出血がなくてね、神経細胞はそのまま死んじゃうっていうような状態なんですけどね、はい、で今回お話するのはその静脈の詰まる病気、静脈閉塞症ですね。ここの静脈なんですけどね、こっちの裏側からもね、血液供給されてるんですね。で網膜のこちら側ですね、こちら側から網膜を栄養している血管で、裏側から栄養しているのは脈絡膜って言ってね、この脈絡膜自体がまあほとんど血管の膜みたいなもんなんです。その2つの血管系でサンドイッチされてるのが網膜なんですよね。まあ脈絡膜の方はね、詰まることめったないんですけども、中心動脈系の網膜を栄養した後に静脈として戻っていく方のね、血管なんですけど、そこはね、結構詰まりやすいんですよ。詰まるとですね、出血しちゃうんです。つまり川をせき止めたような状態になるから、上流は血液あふれちゃうんですね。でね、これが静脈分子閉塞症ってやつなんですよ、はい、最初に分子閉塞症の写真を見せますけどね、写真に向かってですね、ちょっと右下ですね、たくさん出血してるのが分かると思うんです、うんうんうん、この出血してるところの、まあ、根元、この辺ですね、この根元あたりで血管が潰れちゃってね、閉塞しちゃってるわけです。
でその上流に出血してるっていうことなんですけど、これでね見えにくくなる時はどういう時かっていうと、出血とかそれからね血管が詰まると血液が流れにくくなるから組織はね浮腫っていう状態になるんですよ。でむくんできちゃうんですね、はい、つまり栄養も来ない、酸素も来ない、それから老廃物も持ってってもらえないっていう状態になると苦しくなるから、なぜかね周りに浮腫っていうのが起こるんです。で血管からも血液の中の水分がたくさん出ちゃうんです外へ、ね、そういう状態を浮腫って言うんですよ、はい、例えば足がむくむ時っていうのは、はい、細胞と細胞の間にね水分がたくさん溜まってる状態なんですね。そうなってくるとですね、その部分は神経が働きにくくなっちゃうから機能が落ちちゃうんですね、うんうん、ただ目の場合はですよ、黄斑部っていうものを見る大事な部分が出血や浮腫にさらされなければ見えにくくはならないんですよ。周りの方がねぼやっとしちゃってもちゃんと真ん中が見えてればね一応問題はないわけです、はい、それ以上広がっていかなければね。で例えばこの人の場合だとギリギリ黄斑部にちょっとかかっちゃってるんですね、うん、だから中途半端に視力が落ちてるんです。だけどこの場合はですね結構ね治療がまだ効くんですよ。っていうのはね、そのね水が漏れ出して浮腫になっている原因をですね止めてあげることができるんですね、うん、でそれはね VGF っていうその浮腫を引き起こすような物質がですねこの辺から出ちゃってね、それによって浮腫が起こるんですけども、そのね VEGF っていうやつを働きにくくする薬があるんですね。でそれを硝子体の中つまり目の中に注射してあげるとですね、はい、あっという間に浮腫が引いてくるんですよ。これかなり時間早いですね。もう数十分単位でどん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 引いてきます。でそうするとね浮腫が引いて機能が戻ってくるとかなり見えやすくなる人が多いんですよ。ただしこれはですね起こってからあんまり時間が経っちゃうとやっぱもうダメなんですね。細胞が死んじゃうから、うん、なるべく早くそういう治療をしてほしいっていうことなんですよ。でもねとにかくそういう病気が起こるっていうことはなんか血管にそもそも問題があるんですね。例えば糖尿病であれば血糖によって血管のね内側のツルツルした壁がドロドロの血液が流れていくことで障害を受けて詰まりやすくなっちゃうとか、それから動脈硬化高血圧も同じようにですねやっぱり血管の内側がいろいろ障害を受けて血液が固まりやすくなっちゃったりね、内腔が狭くなったりとかそういうことがそもそも起こるわけですよ。だからそこのところはね食生活とか生活習慣で随分改善することができますよって話なんです、はい、でこれ今お話ししたのが網膜中心静脈の枝で詰まるね分子閉塞症ってやつなんですね。でねもう一つその枝分かれしたところじゃなくて根元で詰まるやつね、はい、つまりこう血管がずっと視神経乳頭へ向かって血管が集まってきてね今度目から静脈として出ていくところの根元あたりで詰まるやつね、これが網膜中心静脈閉塞症っていうやつなんです、ね、分子がつかないやつですね、はい、その中心の根元で詰まっちゃった例をお見せしたいと思うんですよ、はい、非常に高度な閉塞が起こってしまってね出血も相当したと思うし浮腫も相当あったと思うんですよ。でねうちへ来る前にもう何件も通ってるんですよ、はい、あっちこっちの眼科行ってますよ、はい、でやれることはとにかくやってくれみたいな感じなんですけどね、あちこちでねそのさっき言った硝子体注射する治療とかいろいろ受けてきてるんですけども、それでね今は随分出血も減ってるようには見えるんですけど、多分相当もっと悪かったと思うんですね。でね、それがこの写真なんですよ、はい、そうするとね、まあ、出血がポロ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 あるのは分かりますよね、うんうん、そこのちょっとね中心部分を拡大した写真がありますけど、これ見るとね非常に健康な左目と比べてですね右目は視神経乳頭っていうところはね白く見えるんでしょうね。あ、なんとなくそうです ね。で白いのはなぜかっていうと血管がないからなんですよ。つまり血管潰れちゃってるんですね。でその外側を見てみると血液が流れていない白い血管が何本も見えるんですよ。放射状に出てるのが血管ですね。そうそうそう、こういうね、うん、だからねこういうところは血液が通ってない血管がそこにあるっていうことです、うんうんうん、つまりある時根元で完全に詰まってしまってね、その後血液がもう流れてないっていう状態ですね。しかもそれが全然流れない状態がしばらく続くと網膜の細胞はもうほとんど死んじゃうわけですよね、うん、でね死んじゃってから浮腫を取っても何しても遅いって話なんですよ。
わかります。遅いんですね。そうでね、やっぱりこういうのはいくら私たちが頑張ってもどうすることもできないんですよね。なんとかしてあげたいっていう気持ちはあるんですけど、死んでしまった神経細胞は取り戻せないから、とにかくそうなる前になんとかしなきゃってことなんですね、はい、結局ね、一つは症状が出たらすぐに眼科行かないとっていうことなんですね、うんうんうん、その見えにくいとかですね、なんか物が霞むとか歪んで見えるとか、まあいろんな症状出るんですが、そういう症状が出たらね、すぐに眼科行かないとね、様子見てる場合じゃないんですよ。手遅れにならないように、うん、自分でできること、うん、何かこう対策とかあるんですか、うんうん、それはね、とにかくね、血管を健康に保つっていうことなんですね。よく私言ってると思うんですけど、長生きするためにはね、血管が健康でないと長生きしないんですよっていう話なんですよ、はい、で長生きするかしないかは、まあ、こっち置いといてですね、やっぱりその血管が病気になると早く異常が出てくる臓器っていうのがいくつもあるわけですよ、うんうんね、そのうちの一つが腎臓であったりとか、それからそのうちの一つが心臓でね、心筋梗塞とか狭心症を起こすとか、それから目なんですよね。それから目のね、どの血管のどの部分が詰まるかっていうのは基礎疾患となる病気によって違うんですよ。うん、例えば今言ってる動脈硬化とか高血圧が元になって静脈が詰まるような病気とか、それから糖尿病の場合はそういうところじゃなくてですね、もっと細いところから毛細血管から詰まってくるんですよね、だからね、その場所によって病気によって違うんですけど、でも結局ね、大雑把に言えば全て血管の病気なわけです、うん、で血管が詰まりやすくなるっていうことが病気の共通の原因なんですよね、はい、じゃあ血管が詰まりやすくなるってどういうことなのってことです。まずは動脈の内側の壁、血液が通っていくところですけどね、その内側の壁っていうのがすごくツルツルしてないとダメなんですよ、はい、これはね、ものすごくツルツルしてるんですね。だから毛細血管ってね、非常に狭いところであっても赤血球がふわーってこう通過していくわけですね。ツルツルしてないとそこへいろんなものが引っかかって詰まっちゃうわけですよね、うんうん、だからね、そのツルツルした状態を保つには血圧がまず高いっていうか問題なんですよ、はい、うん、特にね、ある程度以上の太い血管というのは血圧が高くなることによって非常に動脈硬化を起こすんですよね、うん、で動脈硬化って言いますけど、動脈だけの問題ではないんですよ、もう全てね、いろんなところの血管が障害されてきますから、弾力性がなくなってきてね、心臓が血液を押し出した時にたくさんの血液をね運ぶためにこう弾力があれば広がるわけですよ、はい、ところが弾力がなくなって硬くなってくると、その圧力を全然吸収するところがないから、圧力をもろに受けるわけですよね。そうするといつもその圧力を受けてると内側の壁がどん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 硬くなってきちゃうわけです。そういうことが繰り返されて長年続いてくると動脈硬くなったりしてね、それから静脈もですね、動脈の場合は動脈と静脈がこう交差してね、あちこちでこう上に乗り上げているわけですから、そういうところでね、動脈硬化が起こるとですね、お互いにギュッて引っ張ってね、特に静脈は詰まりやすいので、静脈の方が先に詰まっちゃうっていうね、そういう病気が網膜中心静脈、あるいは中心静脈分子閉塞症という病気ですね。それからそれにさらにですね、血管の内側がツルツルでなくなるような状態に悪い影響を及ぼすのが血糖値なんですよね。とにかく血液の中の糖分が高くなってくると、内側の壁に糖分がたくさんねくっついてきちゃうわけです、はい、で糖化反応って言うんですけど、で特に食後ずっと血糖値が高い状態が続く、いわゆる糖尿病の状態ですよね。そうなってくると内側が非常に糖化反応が進んじゃうわけです、そして詰まりやすくなっちゃうんですね、はい、食後ずっと高くなくてもですね、突然スパイク状にこう上がったり下がったりする、つまり空腹時に甘い飲み物をガーッと飲んで、そして血糖値がガーンと上がって、そしてインスリンがボーンと出て、で血糖値がギュッと下がると、このスパイク状の血糖値の上昇下降っていうのも動脈硬化にはすごく良くないって言われてるんですよね。でそういった総合的にいろんな原因が重なってくると血管の病気になっちゃうってことなんですよ、はい、でね、この方のようにですね、非常に高度な血管の閉塞っていうのが起こってしまうとね、本当に一回それが起こるだけで広い網膜の細胞が一気に死んじゃうってことなんですよ、でね、反対目を見るんですよ、はい、この人の病気が起こってない方の目を見るとね、やっぱり動脈硬化が相当進んでるんですね、ですから今ね、この方にアドバイスをするとすればですね、今からでも遅くないから食生活、生活習慣を見直してもらって、左目に同じようなことが絶対に起こらないように気をつけていきましょうねっていうことなんですよ、そうですね、ある時期からね、悪い状態に気がついたらそれを直していくと、
いうことがとても大事だと思うんですよ。はい、うん、じゃあ何が動脈硬化とか血管を悪くしてしまう食べ物なんですか？うんうん、まあね、とにかくね、動脈硬化で言えばですね、その血圧が上がるような状態、例えば塩分取りすぎる状態とかね、うん、それから塩分そんなに取ってなくても、まあ、本体性高血圧って言ってね、はっきりとした原因がないのに血圧が上がってくる体質の人っているわけなんですよ。でそういう人ってね、自分では悪いことしてるわけではないんですけど、血圧上がっちゃうとっていう場合はね、やっぱりまずは塩分を控えるとか、そういうところからスタートするわけですよね。うん、でダメだったら運動もしてもらったりいろいろして、それからじゃあしょうがないから血圧を下げるためのお薬を飲んでもらいましょうとかね。でこの方はね、そういう血圧を下げる薬とかもね、飲んだり飲まなかったりだったんですよ。いや、うん、通院もね、断続的に行ったり行かなかったりと、他に何の症状も出なかったんですよね。血管の病気っていうのも症状が出るまでは何の自覚もないから、自分が病気だってそもそも感じてないんですよ。うんうんうん、だからやっぱりそこはね、ちゃんと言われたことをそのままフィードバックを受けて、あ、そうしなきゃいけないんだなっていうふうにね、素直に思ってくれないと、何言ってんだよってね、なっちゃうわけですよ。そうなるとやっぱり見直すことができないわけですよ。はい、うん、だからまずね、その塩分を控えたり、あとは動脈硬化が進むような食生活っていうとね、飽和脂肪酸とかトランス脂肪酸と言われてるね、動脈硬化を促進するような脂肪分ですよね。うん、それからね、食べ過ぎ、食べ過ぎ、うん、食べ過ぎ、うん、量の問題ですか？そうたくさん食べると脂肪も多く入ってくるし、糖も多く入ってくるわけですよね。そうするとね、中性脂肪っていう形で最後は体の脂肪細胞に溜め込まれるわけですよね。それから一部はコレステロールとしてですね、特に糖分が高いとね、中性脂肪多くなってくると、飽和脂肪酸っていうのはコレステロールになりますから、そのコレステロールがね、血管の内側の方へだんだん溜まってきてですね、血管が細くなる、血管が硬くなるってことですね。うん、そういうことが繰り返されて長年起こってくると、血管が悪くなってきちゃうってことなんですよ。はい、でそれを逆に防ぐためには、じゃあどうするかっていうとね、不飽和脂肪酸ってやつですよね。特に言われてるのは、オメガ3系の不飽和脂肪酸は体の中で作れないから、うん、外から取るしかないから、そういうものを取ってくださいよってことですね。はい、DHA、EPA、アルファリノレン酸っていうようなものなんですけども、これはね、直接目にもいろんないい働きがあるんですけどね、とにかく血管の病気を防いでくれるものとしてとても重要なわけですね。うん、うん、そういった食べ物は、はい、不飽和脂肪酸は魚の油に非常に多いんですけども、うん、あとはね、ナッツとかにも多いし、オリーブオイルとかそういったものにもね、アルファリノレン酸も多いですから、そういった不飽和脂肪酸の多い食べ物、そういうのを取ってもらうと。それからね、ポリフェノールなんかも大事でね、ポリフェノールってのは植物由来の色素ですけど、コーヒーとかココアとかチョコレートとかワインとかね、そういったいろんなものに含まれてるんですけど、あるいはベリー系ですね、ストロベリー、ブルーベリー、いろんなものに入ってるんですけども、アントシアニンというポリフェノールとかね、いろいろありますね。そういうものも動脈硬化を防ぐのに非常に効果があるって言われてるんですね。はい、とにかくカロリーの摂取、これがね、過剰に摂取する、要するに肥満とかメタボ状態ですね、うん、なってくると、もうとにかく血管がどん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 悪くなってくるんですよ。はい、わ、うん、かりました、うん、ですから、そもそももともとタンパク質に糖がくっついてるような状態の食べ物、つまりエイジですね、アドバンストグライケーションエンドプロダクツってやつですね、高温で調理された揚げ物とかね、天ぷら、唐揚げ、とんかつとか、そういったものとかですね、それからオーブンで200何十度っていう温度で調理されたものとか、そういったものに非常に多いって言われてますから、そういったものを食べないわけにいかないので、量とかね、回数を減らしていくと、そういうことですね。はい、うん、揚げ物、私も大好きですし、うん、あとコレステロール、私ちょっとやばいんですよ。健康診断でコレステロールが要注意だったか、うん、その年で、はい、まずいですよそれ。なので目の健康のためにも、うん、もちろん体全体のためにも気をつけなきゃなって思いました。うんうん、エイジーズ好きですからね。あとね、アイスクリームも週8で食べてるらしいですから、はい、やっぱりね、糖分取りすぎですね。はい、うん、手遅れにならないように、うん、いやこれね、本当にでもね、自分が病気とは思わないでしょ。思わないんですよ。うん、でこれがね、例えば30代40代50代になっても病気になる
るまでは何の症状もないから、だから自分は病気だとかね、病気になる可能性が普通より高いとか思わないんですよ。だからこれが問題ですよね、はい、だから私も含めて皆さんもですね、症状がないからといってね何も考えないんじゃなくて、こういうものを食べるとこういう風になりやすいんだっていうことはね、ある程度結びつけて頭の中インプットしてほしいんですよね。で、怒ってからで間に合わないと本当に片目がもう見えなくなっちゃうっていうね状態、本当にきます。そういう状態にならないように今からね、食生活と生活習慣を見直してほしいと思います、はい、病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はね、眼底出血で特に網膜の静脈が詰まる病気、中心静脈とか中心静脈分子閉塞症、そういうものについてお話ししました。そしてね、それを防ぐための食べ物とか、促進しちゃうような食べ物とか、そういうことについてもお話ししました。今日の動画役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はいいねマークとチャンネル登録をお願いします。ベルマークを押すと動画が上がるとお知らせが届きます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。